皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。ご先祖様と一緒、江戸探実況プレイパート55。前回この長篠藩下屋敷での賭場の一件が終わりまして、これから今市さんのところに報告に行こうじゃないかということになりましたので、賭場に戻れるけど引き返したりはせずに奉行所の方に向かいたいと思います。今市さんの声ね、未だに思い出せてないんですよね。どんなだっけ。ああ、やっと帰ってきたか。待ってたぜ、ご両人。今市さんも鉄之助さんもずっとここで待ってたんですか。俺たちが動き回ったって意味がないからな。ほら、よく言うだろ、家宝は寝て待てってな。寝てたら叩き起こしますよ。こっちは必死だったのに。まあいいじゃねえか。それで調べは終わったのか。ええ、一応賭場も見つけてきましたよ。さすがだな、未来。この短時間で大したもんだ。あの、私も手伝ったんですよ。それはもう大活躍でした。賭け事の方では大活躍だったね。お、ありがとよ。おかげで助かったぜ。活躍してたのは主に賭場の中で博打を打ってる時だけど。それじゃあ聞かせてもらおうか、その賭場の情報を。じゃあ話しましょう、賭場のこと。それでお前たちが見つけた賭場ってのはどこにあったんだ。それが長篠藩の下屋敷の中にあったんですけど。長篠藩？はい、お屋敷の中の長屋の一室が賭場になってました。お前、長篠藩っていやそこそこ大きな藩じゃねえか。そんなとこの藩邸で賭場が開かれてたっていうのか。私たちちゃんとこの目で確かめてきましたから間違いないです。お前たちのことだ、旗本屋敷ぐらいは調べてくるかと思ってたが、まさか大名屋敷の中の賭場を見つけてくるとはな。相変わらずの腕利きだな、未来。それとおときだったか。ありがとうございます。鉄之助さんに褒められるとなんか素直に嬉しいですね。しかし大名屋敷か、こりゃ本格的に俺たちには手が出せねえ話になってきたな。でもそれならお奉行様にもどうにもならないんじゃ。とりあえずお奉行に報告をしておけばいいのではないか。あ、そっか、武家地は管轄外ですもんね。そうなんだが、おそらく幕府の目付に連絡することになるだろうな。実際に処分を下すのはそっちってことになると思うぜ。目付？目付とは？目付ってのは幕府の中の役職の一つでな、町奉行の管轄外である武家の連中を監督するのが仕事なんだよ。旗本や御家人の不正や問題事を監視して調査するのが目付。それと同じことを大名に対してやるのが大目付だ。昇進な旗本なんかにとっちゃ憧れの役職らしいぞ。なるほど、お目付役って言葉はそこから来てるのかな。実際に無血の賭場を取り締まるのはその目付の仕事だ。だがお奉行が報告することで町奉行所の株も上がる。それに武士に平等に裁くってことで間違えたそれに武士も平等に裁くってことで町人からの評判も急上昇だ。お奉行の名奉行化計画。名奉行化計画合ってるよね、読み間違えてないよね。もういつも
なんか不安になるんですよね。読み間違えてないかなって、よく読み間違えるんですけど、気づいてもスルーすることも多々あります。着々と進行してやがるぜ。そういう裏があったんですか。あの鳥羽や長篠藩の人たち、当然お咎めを受けるんですよね。まあそうなるだろうな。そうですか。実際悪いことをしていたわけだから仕方ないけど、僕たちが潜入捜査したおかげで捕まっちゃうわけだからな。おとくちゃんがちょっと気を落とすのもわからなくはない。悪事には報いがあるもんだ。でねと世の中が荒れちまう。たとえ何があろうと己の正義を貫くのが同心ってもんだぜ。わかりました。それが同心のお役目なんですね。その通りだ。話せるな、おとき。とはいえ、あの掛け場が本当に摘発されるかどうか。また間違えたよ。鳥羽だよ、鳥羽。掛け場じゃない。その前に潰れてなくなると思うんだけどな。あ、旦那方、こんなところにお揃いで。平室さん。旦那、頼まれていた鳥羽の調査終わりましたよ。おう、お前の方も終わったのか。あっしの方も？ということは未来の旦那の方があっしより早かったってことですか。く、よろずや平室、一生の不覚。いや、そんなに深刻に考えなくても。ですが、調査の内容じゃ負けてはいませんよ。おお、それじゃ聞こうか。平七、お前の報告を。平七の報告、なんかね、質が高そうな気がしますよね。平七さんの報告っていうと。あっしは町人地を中心に鳥羽を探してまいりやした。おお、町人地か。そいつは助かるぜ。やっぱり口の固い人間が多くて苦労しましたよ。でもしっかり15箇所ほど鳥羽を見つけてきましたからね。15箇所も？優秀だな、本当に。平七さん、どこまでパーフェクトなんだ。一軒目にさえたどり着けば、あとはもう芋づる式ですよ。そいつはすげえな。お奉行もお喜びになるはずだぜ。それに聞き込みがてら博打を打ってきたんですけどね、15箇所も巡ってるうちに結構稼がせてもらいましたよ。相変わらず仕事と金稼ぎはうめえ野郎だな。それなら私も博打でお金を稼いできましたよ。お徳さんもどのぐらい稼がれたんです。足の方は10両ってとこですけど。その辺もね、すごい大金なんだよね。平七さんが10両稼いだってだけでもすごいんですよ。だけど、おときちゃんが勝利の女神すぎて。私は1万両ですよ。すごいでしょ。1万1万両とは随分大きく出たもんだ。なかなか面白い冗談だな。な、未来。いや、それが本当なんですよ。なんだと？金持ち向けの無茶な賭場だったみたいです。相場がすごくて。本当に1日で1万両も稼いだってんですかい。うん、本当に。あぜん。あっし、よろずやの異名を返上した方がいいんでしょうか。自信喪失しちゃったじゃないか。いやいや、何もそこまで。それじゃあ私はこれからパクチやおときと名乗って。やめた方がいいと思うよ。まあまあ、ともかくだ。これで合計16箇所もの賭場の情報が集まったわけだな。しかもそのうち1件は大名屋敷の中と来てる。
こいつはお奉行への報告のしがいがあるってもんだな。それじゃあ少々面倒ですが、報告の書類を作ることにしましょうか。ああ、俺はそういうの苦手だ。任せたぞ今一。俺ですか。さあ行くぞ。早いとこ書類を作らんと気が暮れちまうからな。ちょっと待ってくださいよ。今一さん、すまんな未来おとき、お前たちのおかげで助かった。それじゃあ私もこれで。博打じゃ負けましたが、他の仕事じゃ負けてられません。よろずやの名に恥じず、どんな仕事もこなさないといけませんからね。では未来さん、おときさん、これで失礼しますね。みんな行っちゃいましたね。僕たちがなんとか頼まれ事を果たせたってことだよ。しまった、大事なことを忘れてたぞ。何ですか。今市さんに裏技の事件の話をしなきゃいけなかったんだよ。はっ、すっかり忘れてました。もう出てこないでしょうね、今市さんたち。日が暮れるまで書類作るみたいな流れでしたからね。うん、多分こうなったら残された手段はただ一つ。やっぱりそれしかないのか。未来くんがやるしかないってことですね。ちょっと江戸豆知識さん、江戸の博打事情。江戸時代でも博打はご法度だったが、富くじと呼ばれる宝くじは寺社の修復費の捻出を名目としていたため、合法的な掛け事として大変人気だった。最盛期には3万枚ものくじが発行され、当選金が100両を超える一大イベントとなった。セーブします。宝くじってそんなに昔からあったんですね。そして同心屋敷、着替えなきゃですからね。おかえりなさい二人とも。いまいちはまだ帰ってこないの。ええ、お奉行様に報告書を出さないといけないみたいで、まだ奉行所でしばらくは仕事をするんだと思います。あら、そうなの。やっぱり大変ね、同心って。いろいろ調べて回ったのは僕たちなんだけどな。じゃあ話しましょう。また同心姿に着替えるの。はい、お願いします。でも今一は奉行所で書類仕事をしてるんじゃないの。いくらなんでも未来さんまでそれを手伝うなんて。いや、それはそう、今市さんが書類を書いてる間に僕は別のことをするんです。その町の中の見回りとか、そういう簡単なことを。そうすれば今市さんも今の仕事に集中できるじゃないですか。なるほどね、それはいい考えだわ。でも今一の抱えている仕事ってたくさんあるのね。未来さんに手伝ってもらっても帰りが遅いなんて。そうですね、実際は僕が余計なことをしてるだけなんだけど。さあ、それじゃあ着替えましょうか。こっちへ来てくれるかしら。もう多分慣れたですよね、着替えも。はい、出来上がり。それじゃあ今一のお手伝いよろしくお願いするわね。はい、ありがとうございます、おかこさん。準備万端ですね。裏技の調査再開ですよ。ということで
移動します。再び裏技へ。裏技楽屋前。さあさあ未来さん、裏技の調査を始めますよ。炭治郎さんが隠していることも確かめないといけないしね。そうですね、裏技の隅から隅までくまなく調べてみましょう。調べるって言ってもなあ、間違えた。くまなく調べるのは分かったよ。とりあえず楽屋を見ればいいのかな。あれ、炭治郎さんいないみたいですね。まいったな、せっかく話を聞きに来たってのに。あの隠し事のことですね。仕方ない、もう少し調査を進めてから出直すことにしようか。なるほど、他を調べてからじゃないとここに来ても意味がないと。じゃあ花の城さんの方かな。あれ、花の城さんもいないみたいですね。どこかに出かけてるのかな。残念ですね、また花の城さんとお話できると思ってたのに。なんだか花の城さんがいないだけで違う楽屋みたいですね。花がないって言いたいのかな。申し訳ないけど少し部屋を調べさせてもらおう。勝手に調べますと言いたいところですが、時間がやばい感じなので今回はここで終わりにしたいと思います。次回、主不在の花の城さんの楽屋内をいろいろ調べて回りたいと思いますので、もしよかったらまた見てください。ここまでお付き合いありがとうございました。それでは。